緊急地震速報です。地震が来たぞ。机の下に隠れろ、早く。あれはみんなを守るためにそう呼びかけた。いつ揺れるんだ。もうそろそろ来るはずだ。強い揺れにご注意ください。みんなは地震に備え机の下に身を隠す。そして、お前ら何してるんだ。地震だから隠れろってソータが。でもまだ揺れないね。いつまで経っても揺れる気配はない。それもそのはず。なんてな、この音声動画サイトにあったんだ。強い揺れにご注意ください。はぁ、お前何スマホ持ってきてるんだ。そう、それは俺の嘘だからだ。俺はホラ吹きソータ、小学5年生。俺はいつもみんなに嘘をついてはその反応を楽しんでいる。この前のテスト100点だったぜ。マジかよ。62点って書いてるわよ。あ、バレた？マジかよ。これがなかなか楽しくてやめられないんだ。宝くじで3億円当たったぜ。本当？さすがに嘘だよな。ああ、宝くじなんて買ったことなかったわ。何よそれ。いつの日からか俺は嘘をつくのが癖になっていた。そんなある日、火事だ、逃げろ。何？俺はその緊急事態をみんなに知らせた。手遅れになる前に逃げるためだ。それも嘘か。本当だよ。1階の理科室から火が出てるところを見たんだ。当然のように疑われるようになってしまったが、俺は必死に訴えかけた。でも火災報知器は鳴ってないし。この間用務員さんが壊れてるって言ってたんだ。今日の夕方修理予定って聞いてるぜ。俺を信じてくれ。本当に。そして校庭に行くぞ。俺の言うことを信じたみんなは慌てて外へと逃げ出した。急げ、火の手が回らないうちに逃げるんだ。その時、ゆかりが足を踏み外し階段から落ちてしまったんだ。ゆかりちゃん、ゆかりちゃん、しっかりして。そんな。火事から逃げるために慌ててしまったせいだ。みんなでゆかりを抱えて逃げるぞ。だけど、大丈夫だから保健室に連れて行こう。俺はみんなを止めた。何が大丈夫なんだよ。保健室も1階だろ。そうよ、外の方が安全だわ。大丈夫なんだ。だって火事っていうのは俺の嘘だから。は？そんな。そう、俺は火も見てないし、火災報知器だって壊れちゃいなかったんだ。今回もいつもの嘘。そうだ、最低だな。ごめん。とにかくゆかりちゃんを保健室へ運ぼう。俺はいつも通り反応を楽しみたかっただけ。こんなことになるなんて思っちゃいなかった。翌日。大丈夫？うん、もう平気だよ。ああ。ゆかりはすぐに意識を取り戻した。少しタンコブができただけで大事には至らなかった。ゆかり、本当にごめん。うん。ゆかりが怪我を負ったのは俺の嘘のせい。さすがの俺も今回のことには反省した。だけど、新作のゲームが抽選販売で当たったんだ。放課後うちで一緒に。どうせ嘘なんだろ、行かねえよ。それ以降、俺が何を言ってもみんなは信じてくれなくなった。ああ、たとえそれが本当のことだとしても。ああ、一人じゃつまんないな。それから俺は嘘をつかなくなった。1ヶ月後。海だ。晴れてよかったのね。今日はみんなで海に遊びに来た。行こうぜソータ。うん。嘘をつかなくなった俺はすっかりクラスに馴染んでいた。今日はとことん海を楽しむつもりだ。何してるんだよ。ナイスバディだぜひさし。それから砂でひさしの体を作ったり。そこだ。はぁ全然当たってないぜ。スイカ割りをしたり、俺たちは海を満喫した。綺麗な貝殻落ちてないかな。あっちを探してみましょう。ひさし、俺たちはカニ探しに行こうぜ。うん、行こう。なかなかいないね。岩の隙間によく隠れてるって聞くぜ。そして俺がひさしと2人で岩場に隠れてるカニを探している時だった。嘘だろ。ふと海を見ると、そこにサメの背びれを目撃した。そんなわけねえか。だが俺は信じられなかった。
海水浴客のたくさんいる海だ。サメが出るなら事前に閉鎖されるはずだけど、サメは魚を加えて顔を出した。間違いない、あれは正真正銘本物のサメだ。そしてサメはビーチの方へ向かって泳いでいく。ヒサシ見ろよ。どうしたのソータ君？あそこにサメがいるぞ。え？だけどヒサシが振り返った時にはサメはもう潜っていて。サメなんていないけど。さっきまでいたんだって。ソータ君、もうそういうのやめた方がいいよ。ヒサシは俺の嘘だと思って信じてはくれなかった。このままじゃみんなのところにサメが。絶対に海に入っちゃダメだぞ。ビーチに戻った俺はさっき見たサメの話をしたんだけど。サメ？ソータ君、どうしてそういうこと言うの？あ、またそれかよ。嘘はやめたんじゃなかったのかよ。誰一人として信じてはくれなかった。違う、本当なんだ、信じてくれよ。信じてくれ、あの時もソータ君そう言ってたよね。信じてほしいと訴えれば訴えるほど疑いの目が向けられてしまう。俺の言葉には全く信用がなかった。こんなホラ吹きほっといて遊ぼうぜ。待てって、本当なんだって。だけど誰も聞く耳を持たず、みんな海に向かってしまったんだ。なんで誰も信じてくれないんだよ。言ったぜシオラちゃん。えい。そしてみんなは海の中で遊び始めてしまった。サメは今どこにいるのかわからない。もう離れていればいいんだけど。俺は自分の言ったことが本当に嘘になることを祈りながらみんなを見ていた。ゆかりちゃん、行くわよ。だがその願いは叶わず。えい！マジかよ。一斉の背後に迫るサメの姿を発見したんだ。みんな逃げろ、一斉の後ろにサメがいるぞ。俺は必死に呼びかけたんだが。そうたもしつけえな。一斉くん、行くよ。おい、逃げてくれよ。俺の言うことなんて誰も信じちゃくれなかった。もう俺の言うことは誰も何も信じてくれないのか。このまま見ていることしかできないのかよ。俺はこんな状況になって過去の自分が腹立たしくなった。この音声動画サイトにあったんだ。自分だけ楽しんでみんなはあんなに迷惑がっていた。確かにこんな俺の言葉を信じてくれなんて無理な話だよな。俺はもうみんなに信じてもらうことを諦めた。受けてみろヒサシ。来い、スーパーウルトラミラクルグレートダイナマイトシュート。サメだ。そしてサメは一斉に飛びかかる。次の瞬間、うらソータ。俺はサメに向かって突っ込んだ。言葉で信じてくれないなら直接助けるしかないと思ったんだ。危機は回避したけどサメを追い払えたわけではない。ソータごめん、俺たち。いいから逃げろ、俺が気を引いているうちに。早くソータ君。行こう、ゆかりちゃん。こうなったのは俺の責任だ。俺がみんなを守るんだ。そしてみんなはビーチの方へ逃げていった。だけどサメに勝てる自信なんてない。とにかく俺は逃げ回ることで精一杯だ。やらなきゃやられる。だから俺はサメへの対処法を知っている限り実践した。テレビでいくつか聞いたことがあるんだ。サメは大きな音に弱いって。聞いてない。だけど全く効果はなし。サメは変わらず俺の周りをうようよと泳いでいる。これでどうだ。次に試したのは花柱への攻撃だ。サメの花柱にはたくさんの神経が集まっているらしい。だけどそんな。何事もなかったかのようにサメは俺の周りを泳いでいた。子供の俺の力じゃちっとも効果はなかったんだ。まさか本当だったなんて。私たちが信じてあげていればこんなことには。くそー、助けはまだかよ。あれ、シオラちゃんは？さあ、さっきまでいたと思うんだけど。もうではねえよ。俺はもう知りうる手段を使い尽くしサメを前に絶望していた。
泳いで逃げようにもサメに勝てるはずはない。これも俺が嘘をつき続けた結果か。俺が嘘をつき始めたのは迷惑をかけたかったからじゃない。テストで満点だったんだぜ。本当にすごいじゃない。母親に嘘のテスト結果を言って褒められたり、この前のテスト100点だったぜ。マジかよ。みんなに注目されたりする。それが目的だった。とにかく俺は寂しかったんだ。ただそれだけなんだ。だけど後悔してももう遅い。過去は変えられないんだ。最初から嘘なんてつかなければよかった。俺は目をつむりサメの餌になることを覚悟した。次の瞬間、無事？ソータ君。俺の目の前に現れたのはシオラだった。その手に持つ装置からはなんだか甲高い音が鳴り響いている。すごい。そしてその音を聞いたサメは沖の方へと逃げていった。聞いたみたいね。それはシャークエマージェンシー。サメの鼻先にあるロレンチーニ器官という感覚器官を刺激する超音波を出す装置よ。なんでそんなもの。サメが出たって言うから取ってきたのよ。でもシオラちゃんも嘘だと思ってたんじゃ。もちろん嘘の可能性もあったけど本当の可能性もゼロじゃないわ。私用心深い性格なのよ。シオラちゃん。俺はシオラちゃんに助けられ九死に一生を得た。その後みんなは俺に謝罪してくれた。ごめん信じてやれなくて。ごめんなさい。俺の方こそ今までごめんよ。だけど全ての元凶は俺の嘘。謝るのは俺の方だ。謝るのはもう終わり。サメもいなくなったしみんなで遊ぼう。ああよっしゃ。そして俺はみんなと和解することができたんだ。数日後。誰だよおならしたの。あれから俺はもう一生嘘はつかないと誓った。だけど俺だよ。悪い。勘弁しろよ。嘘は悪意だけじゃない。こんな嘘ならたまにはついてもいいよな。